おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ね、何の話をしていくかと言いますと、水曜日のアプデ解説していきます。ってことで早速やっていきましょう。さあ今回ですね、結構私からしたらね、ハードのアプデが来まして、ぜひぜひね、皆さんにはね共有していきたいなと思うんですが、今回ですねアプデ来はしたんですが、なんかよくわかんないけど、多分4月1日に1個アップデされるのかなと思います。要するに今日の深夜だよね、今日の0時00よりっていうことで、やるのかなと思います。まあ3月31日から4月1日に切り替わるタイミングがたまたま水から木のタイミングだったということでね、このタイミングでマンチェスター FC の英雄たちが集結したスパスタフェスレジェンズを開催と。はい、おそらくね動画のアップ8時ぐらいになるかなと思うので、まあ4時間後ぐらいですかね。でねちょっと聞いてほしいんですけど、私ねこのマンチェスター FC がすげえ気になってて、シティなのかユナイテッドなのかっていうね、どうですどっちですか多分ユナイテッドの気がするんですけど、これね、ユナイテッドだよね、やっぱね。マンチェスター FC、シティは SC マンチェスターなので、いやマンユーのねガチャがまさかこのタイミングで来るということでですね、やらかしましたね。はい、まだ来ないだろうと思ってたんですよ。でまだ来ないと思ってたから、先日ガチャ結構引いちゃって、6万7万 GB くらいあったんですけど、4000GB しかないっていう、使い切っちゃったタイミングでまさかマンユー染めが来るっていうね、いやーやらかしましたね。まあね、来ない理由、来ないと思ってた理由としてはね、そのマンユーって結構、まあ、実装するなら、まあ、がっつりね本当に強いレジェンドがワンサカいるクラブなので、まあレアルマドリード、 AC ミラン、マンチェスターユナイテッド、まあバルセロナよりもやっぱ数えられるんじゃないかなってぐらいね、まあレジェンドたちがいるクラブになるので、何かすごく大きなタイミングで来ると思っていたのが一つ。ただ現状のマンチェスターユナイテッドだとおそらくあまり来る理由がないので、まあパリ・サンジェルマンだとかバイエル・ミュンヘンだとか、そういう方がね今現実世界ですごく活躍してる、すごくいい選手たちがたくさんいるので、まあ、そっちが来るかなと思っていて、もしマンユー来るんだったら、まあ、ヨーロッパリーグ取ったタイミングとかね、そういうので来るのかなと思ってたんですが、まあ、ここで来てしまうということでですね、いやちょっと課金するかどうかすごく悩ましいんですが、ここで課金したら無課金赤じゃなくなっちゃうのでね、すごい今悩んでるところでございます。はい、それはまあどうでもいいんですが、すいませんちょっと話が長くなりました。であとこちらですね、2021年3月31日、要するにこの水曜日のメンテ何やったのって話なんですけど、まあサーバーのメンテが来ましたよと。サーバーのメンテが来ましたよと。であとはルークショーの名前をショーにしましたよと。更新後のね、短縮名を、ルークショーをね、ショーという、まあ、短縮名をね、追記しましたよっていうことでですね、まああんまりね、なんていうのかな、大きなことなかったね。まあ、この4月1日の木曜日の切り替えのタイミングで F1U のガチャが来るっていうことだけなんですけど、イベントがねどっかで来るのかなと、まあ、思われっていう感じなんですが、このままだとイベントなしっぽいですよね。この結構3月31日から4月1日っていう大きな節目ではあるので、なんか新イベとか来るかなとかも思うんですが、なんかなさそうな気がしますね。あとはサカツクゲームウィキの不具合解消ということで、はい、外部ウィキですね、外部攻略ウィキ、こちらで不具合があったそうなんですが、これがね、まあ、本日中に復旧すると、まだ復旧してるかどうかちょっと分かんないんですが、5時15分の時点ではもう復旧されてるということでですね、復旧されてるね、はい、ぜひぜひ使う方は利用してみてください。でですね、まあ、ラストなんですけれども、こちらですね、春の育成応援キャンペーン開催ということで、今週から1週間ね、かなりログボが入ってきてます。まあね、ちょっとね、このログボじゃないミッションが入ってきてるんですけど、正直、なんかやるミッションじゃないんですよ。普通に試合してれば行くので、オートでね、普通にリーグ回していたら、そのまま試合数全然稼げて、おそらく200試合何の問題もなく行くかなと思うので、何か特別やることがある内容ではないです。ただ、60試合のところでね、覚醒コーチのレベル3が100個もらえたりだとか、
あとは、初10試合のところで特別コーチのレベル3が10個もらえたりだとか、まあ、たった10個ではあるんですが、であとはね、オフェンス能力アップ練習のレベル4だとかね、あとは私個人的に嬉しいのは140試合を終えた段階でのフィジカル能力アップ練習レベル3だね。このね、レベル4よりレベル3の方がやっぱり今貴重になってる、よくわからない状況なので、ここ結構嬉しかったりするので、まあおそらくね、皆さん普通にやっていったら問題はないかなとは思いますが、一応ね、こんな感じで200試合をね、まあ、1週間で、やれるようにちょっと気をつけてみてはいかがでしょうか。まあ50のスタミナがあったら単純計算25試合できるので、まあ1日ね、まあ50のスタミナ2回使い切って、まあ、50試合分、って考えたら、まあ、全然問題なくいけるのかなとは思います。はい。でちょっとね、私いろいろ見てみたんですけど、本当にね、イベントなさそうで、まあ、4月の1日のこの本当に切り替えのタイミングでね、まあ、何か、まあ、来るか来ないかっていうところあるのかなとは思うんですが、それ以外のところでね、とりあえずもっかちょっと意識した方がいいのかなと思うのは、まずここではね、4月中の新イベ、まあ、4月のね、頭には来ないんじゃないかなと思うんですが、あとはこれカップ戦の繰り返しプレーのランキングなんでね、内容自体はアリーナランキングイベントとそんな変わらなそう、なやつがあと1個、まあ4月1日には来ない気もしますが、まあ一応ねっていうところと、あとはこちらだね、曜日マッチ、この曜日マッチのところが4月の7日の水曜日までということで、まああとちょうど1週間なんですよね。今日から見てあと1週間になっていて、ここの部分だけですね、まあ気をつけてやればいいのかなと思います。まあね、予備マッチまだ回ってないよっていう方は、今回というか今月分のね、予備マッチ結構いい選手いますので、まあ、なかなかね難しいところではあるかもしれないんですが、まあ、予備マッチ割り切って回っちゃってもいいのかなと思います。それこそね、チリのゴールキーパートピア選手なんかは、チリでね、ゴールキーパー持ってない方は本当に取っておいていただきたい選手になってますし、まあ、もしかしたらね、4月1日の更新の時点で、なんかイベントがね、来るかな、ガチャだけ追加されるような気もしますが、もしかしたら来るかもしれないんですが、そうじゃなかったらね、ぜひぜひ曜日マッチ回っていただけたらなと思います。本当にね、トピア選手、先ほど言ったね、トピア選手もすごくいいですし、こちらね、星4のスチャフ選手、カウンターの、ね、月曜日のスチャフ選手、センターフォワード、カウンター、ロシア、フィニッシャー、すごくいい選手になってますので、ここもね、本当に取っておいていただきたい一枚ですね。ロシア特にね、あんまりいい選手多くないので、取っていっていただきたいです。で、あとはね、このマッコリ選手なんですけど、いや、イタリアかいって話なんですが、一応ムービングフォワードのプレースタイルなので、貴重なプレスタなんですよね。なんでイタリアでインターナショナルカップだとか、まあ、今後ねマスターもやっていくってもしもなった時に、ムービングフォワードをね1枚チームにいるかいないか、まあ、レフトウィングのムービングフォワードではありますが、ファミコン発動させるためにね、例えば無理やりセンターフォワードに置いてみたりだとか、まあ、ライトウィングに置くっていうのも一つなくはないのかなと個人的には思っておりまして、そういうことを考えるとですね、やっぱり取っておきたい1枚なのかなとは思います。で、彼はですね、ちなみに明日のツアーイベ、あ、曜日イベで手に入る選手ですので、ぜひぜひここもご検討ください。で、あとはですね、まあ、イングランドのこちらポッチャー選手もスイーパーセンターバックということで、まあ、イングランド自体がね結構強いっていうことを考えると、まあ、正直ね、いらんのやないかみたいなところもあるかなとは思うんですが、それでもこのスイーパーっていうプレスターを、まあ、持って奥に越したことはないので、はい、ぜひぜひね、今回ちょっと曜日マッチに割いていただけたらなと思います。まあね、仮にマンチェスターユナイテッドのレジェンドが来るんだったら、まあ、スコールズは今もう来てますが、他のところで言ったら、私個人的にはファーディナンドだとか、今回ね、あの4人のレジェンドって書いてあるので、結構ねレジェンド選手数が来そう、まあ、4人来るって考えると、ファーディナンドなんかはね、私は来てくれると嬉しいですが、ラファエル・ファンデルサールトとかも好きですし、そこら辺来たらね、まあ、ファンデルサールトはオランダですけど、余計にイングランド人予備マッチで取る必要ないんじゃねっていう話にはなってきますが、まあね、無課金の方でそんなガチャ回せないっていう方とか、あとはね、まあ、万有のガチャがどういう内容になるかは全く分かりませんが、このタイミングなんで万有のガチャ引くんだったら3周年まで待った方がいいし、
ただ単純に星5の数が欲しいとかだったら今来てる戦術ガチャを引いた方がいいしっていう形なので、結構ね分かれるんですよね、評価が引くのか引かないのかっていうところが。どんなに万有がいい内容になったとしても、よっぽど万有が好きですとかではない限りは、3周年まで待った方が期間的にはいいのかなとかって思っちゃうので、まあ、そこも踏まえてね、ぜひぜひ曜日マッチの選手もねやっていただけたらと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。